リーダーキラーオルドマダブにより結成されたミトナットレーシング。敏腕メカニックヒラピー指導のもと、アキラは自らマシンを製作。究極の相棒を手に入れたアキラが向かった先はストリート。夜な夜な走り回っては仲間を集めた。世間を賑わせ早17年、奴らが帰ってくる。ミトナットレーシング第2章、86スタイル編。夏真っ盛り、快晴の富士スピードウェイ。日本全国から数千台の 86BRZ、 そして AE86 が集結。そして86といえばこの方でしょう。何お前サインどうしたの、サインをちょっとお願いします。どうしちゃったのお前。86の日ですからね。何が86の日ですからねだよ。本物の土屋圭一だよ。みんな見ろよほら。本物だぜ。まだこんなイベントやってんのかお前らは。やってますよ、ミトナット周回イン富士。なんかこれ86だらけだけど、これそうそうそう、もうね富士スピードやからどうしてもやってくれって言ってね、もう貸し切りなのうちらも。ミトナットの周回。そう、当時ミトナットって何だって1、2、3、5、6台、まあまあだったような気がするけど、7、8台ね、やばいやついたね。今これ何台、まあ4000人弱かな。4000人かける会費が1000円だからだいぶ儲かってるね。2000になった。あ、2000になった、うん。まあでもいい感じの車いっぱいあるよねこれね。そうなんです、綺麗な車からチキチキっぽいのから、ブームが落ち着いてきて精査されたのかなって感じがしますけどね。どんな感じか、うん、どんな感じかちょっと見に行ってみましょうね、はい。ヒラピー・アキラが気になる86をレポート。フルノーマルだよこれね。フルノーマル、しかもSR SR じゃないですかこれ。ホイール純正だし、ハンドルも純正なのこれ。すごいすごいよこの車、素晴らしい。なかなかチキチキ度が高いね。綺麗っちゃ綺麗だけど汚いっちゃ汚いねこれ本当。この前は村上です。村上さん、はい、社会人です。声かけられにくくない？いや、あのね、外人さんに受けがいいでしょうね。なるほど、なるほどね。外国行っても、行っても、他のイベント行っても外人さんに。なるほどね。ドリフトこれ、うん、ドリフトグリップ、グリップも両方やんの。え、中身いじってないでしょ。いじ中身いじったの。あ、ほんと304、2本。あ、304、2本。え、こっちは違うんでしょ。あ、こっちも釣れ。あ、釣れなんだ。これホースは何なのこれ、ホースこれ頭悪いからエアコンないから。ないから、これ効かないでしょだってこんなの。これね、あのケツに当ててたら朝ここついて下痢になってそこでトイレ行った。いやこれマジっすよ本当に。そこでトイレ行ったからな。ちょっと危ない人じゃんこれ。これもだってレビンのこう王道のいじり方だよ。このリップ、これ後期仕様、王道だね。ちょっとこのボンネットはチャラいけどこれちょっといや俺やっぱこっち選ぶな、このカーボンの方な。これちょっとチャラいな。これオーナーの顔が見てみたいな。オーナーの顔がやっぱチャラいでしょ。ほらだいたい車の個性でオーナーはわかるから。これはこれオーナーでしょ。ちょっとね、男気あるもんね。ほらちょっと レジャー志向の車。86普段乗ってんのこれ。普段なし。へえ。自転車も趣味。あ、趣味で。86も趣味。あ、趣味で。スケボーも趣味。スケボーも趣味。あ、趣味で。格好じゃないよねこれね。あ、乗ってます。乗ってるんだ。あ、このミラーこれ本当だ。ムーンアイズこれ。ムーンアイズのパチモンです。パチモン、はい、パチモンをムーンアイズ風にエンブレムつけたまあこれもある程度綺麗ね。これも結構オリジナルっぽく、これなんか人が高くて、ね、どうしたの緑じゃんこれ。なんかどうしたのみんなこんな階段あるよ、あきら。1段、2段、3段、はい、なんか西川とか書いてない。あれさっきのあれ黄色い86のおじさんじゃない。黄色い86のおじさんかい。あれなんすか2人とも。あれ黄色い86のおじさんそうですねえ、そうです。なんだ、北川さん。いやいや、西川です。あ、西川です。西川なの。西川レーシングといえば、当初ミトナットと構想を繰り広げた相手、ガチンコ峠育ちチームのヘッドが西川だったのだ。仰々しいエアロに身を包んだ86は車重およそ860キロ、エンジンは S14 前期の SR を搭載し250馬力仕様だ。86好きなの？まだ。本当？
アンダースズキをパクってこのスポイラー形状だ。ああいうの、ああいうの好きなんだ。合間だっけってんだよお前。そうですそうですそうです。つくばなんだよこれ。そうよね。つくば知らない。日が憧れてるだけ。憧れてるんだ。で走ってるんだ。で、日本語だった西川も英語にしてみて、俺ちょっと変わったんだぞみたいなね。西川の顔見たら疲れちゃったなんか。俺もアキラの顔見たら疲れちゃった。いやでも他にもねいい86いっぱいあるからね。ね。他の86見て帰りましょう。じゃあ違う86見に行こう、ね、はい、じゃあまた、はい、まだ北川君じゃあ元気だな。ステージ脇のモニターに目をやるとん 4AG 解体ショー、マグロの解体ショーをヒントに一応やったろうってな感じで 4AG をステージでバラバラにと、ここで相方織田も登場。さあそれではこれから解体ショーを始めたいと思いますが、まずここにあるこのエンジンが 4AGEU。 このエンジン知ってる人？おお、結構いるんですね。いや、まずプラグボードから取れます。もうさ、目が見えないんだよね。本当？うん、もう見えない。見えない。しかももう出まけで、うん、はい、骨黙々とエンジンを解体するオリドがギャラリーに素朴な質問を投げかける。見て楽しいのお客さんだと思う。僕たちはやっちゃってて、それは怪我怪我するんだよ。やめといてですね。あ、いいねいいね。いや、いいねいいね。エンジン組みたいなね。次のトークショーがあるのあるかもしれない。それまでに帰ってくれって言われましたね。次のトークショー俺なんだよね。あ、じゃあそのままやってくれ。引き続き、うん、引き続き、ね、これがでスロットスロット。マフラーがついてなくて助かったな。これね、これは 4AG の特徴で86にしかついてないんだけど、これがねエンジン回転とスロットの間になってこうねオートってね、エンジンに入る空気の量が変わるんだよ。これでトルクを変えたの。昔はエンジンの中見たことある人、まあ、やっぱ少ないよね。まあ見なくてもいいしだもんね。まあ確かにエンジンの中見るときはろくでもないときだから多分。まあ確かにエンジンの中見るときっていうのも終わってるときだからね。俺のエンジンの中何回見た？結構見た、ね、見た。結構見た。このエンジンはヤマハですよね。ヤマハ製。トヨタのエンジンって結構ヤマハが開発してるんですよ。ショーは折り返し地点、15分結果。さあ、そろそろヘッドカバーが外れてちょっと具が見え始めました。まあ、ここを見てもらうと、これ見てください、はい、エンジンオイル交換してないといかに汚くなるか、うん、タバコ吸った灰みたいな、ね、そうだね。ほら、すごいでしょ、これ。平岡さん、チューニングやったみたいなね。なんとなくね、うん、昔なんかやってたやつ、ね、やったっぽい感じ。はい、カム、はい、カム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 。はい、ヘッド外れました。あ、はい、毎度毎度毎度、はい、燃焼です。燃焼ですね、うん、インテークバルブ、エキゾーストバルブ、ちょっともったいぶってきました。ヘッドも外れ、解体ショーはクライマックスへ。ちょっとバルブ、はい、大丈夫大丈夫、はい、オイルパンです。オイルパン、うん、叩いちゃった方が早いでしょ。はい、出てきた、ピット。これちょっと感動するでしょ。ちょっと気持ちよかったです今。お見事、今、はい、拍手。1週間ぐらい出なかったらいきなりポッて出てた。開始から30分、いよいよフィナーレを迎える。ここ日本か本当に。エンジンね、これなんかタイとかマレーシアだよ、こういう光景。あっちのノリだねこれね。はい、来るよクランク。はい、じゃあ最後のクライマックス。最後のクライマックス。はい、来た。全部バラしちゃった。はい、以上で解体ショー終わります。はい、さあそれでは、はい、解体ショーなんで、はい、終了です。欲しいものは欲しい方持ってっていただいて結構なんで、一言だけ言っとくよ、めっちゃドロドロになるからね。誰ももらってくれないんじゃなんて無駄な心配。ブロックを持って帰る強者まで現れ、乾杯にて終了。場所は戻って西川八六が置いてあるパドック。ねえ、西川いない。西川さっきまでいたけどどっか行っちゃったんじゃないの。西川行っちゃったんだ。西なんでないのか。何企んでんのお前これ。えこの後さ、なんか八六のレースあるらしいから。でこれ来てんの。そう、ちゃうしかないダメだろ。それダメだろお前。
エース出ようと思うんだけど、みんな行っていいかな。イエーイ。いいかな。いいよ。マジか、マジか。ダメだろこれは。大丈夫か。今年で4年目を迎えるチューンド86のレース8ビート、ドリキン、オリド、谷口も参戦するレースは現行86オンリーのレースである。そんなみんなガチでやってるレースに A86 なんかで乱入したらえらいことになるぞアキラ。なんて言ってるうちにレースはスタート。すると、まずいって。行っちゃったよ。特設応援団が騒ぐ中、アキラはピットロードから全開でレースへ乱入。俺たち知らないよ。そんな俺たちの気持ちを顧みるはずもなく、アキラは集団へ追いつこうと全開アタック。どういうこと、どういうこと、今の今なんすか。アキラさん、俺の車で。レース1周目のダンロップコーナー、早くも回集団に追いついたアキラ。こいつガチで走ってやがる。その頃ピットではオフィシャルがおかんむり。そんなことはつゆ知らず、全開走行を続けるアキラ。そこへドライバーに説教するための黒旗が出される。走ってるよあいつ。おい、マジ走ってんじゃないですか。素直にピットへ戻ってくると思っていたのだが、何？止まってる。止まってるコーナーで止まってる。何でせよマジで。お約束。ピットへ帰り着くことなくダンロップコーナーで停止。どうした？壊れた。しゃべんなんないよもう本当に。後ろ見ててくれ。どうする？逃げようもう逃げよう、これやばいよもう。トラブルの一部始終を車載カメラでどうぞ。黒旗にもかかわらずあくまで全開で走るアキラだったが、エンジンが全く吹けなくなり、まるでポンポン船状態に。こいつです、連れてって。逃げたアキラに代わり説教部屋の犠牲者となったのは西川。ご愁傷様。アキラここにいたのかお前。もう何やってくれちゃってんの一体。いやだってさ、黒旗振られちゃったし、ちょっとまずいことしたかなと思って。やっちまったな。一応僕もね、今回も僕もね、一応ライセンスホルダーだから。さあ、ミドナットレーシング、この企画はですね、はい、どれだけ人に迷惑をかけれるか。これで何回か続くってことですか。じゃあこれ困らせられるかね、何回怒られるか、はい、まあ、それが基本趣旨ですね。いや、結果見てる人は楽しい。いや、まあそうです、やってるのも楽しいんですけどね、実はね。あなたのうちに行くかもしれません。ご期待ください。再び動き出したミトナットレーシング、次回はどんな蛮行を犯すのか、お楽しみに。